エネルギー性能レポートの保存この動画ではレポートの保存・発行方法をご紹介しますレポートを発行する前に評価レポートの右上にあるヘッダー・フッター設定ボタンをクリックしてみましょうヘッダー・フッター設定ダイアログボックスが開きますここでは フッターとヘッダー2行にカスタム入力を行うことができます手動で入力することも可能ですが、幅広いカスタマイズが行えるオートテキストを使用することもできますオートテキストを使用するためには、ファイル、情報、プロジェクト情報を開き、必要な情報を入力しておく必要があります オートトテキストボタンをクリックすることによって他の情報と一緒にさらに多くのテキストを追加することができます OK をクリックしてダイアログを閉じますレポートの上の部分でヘッダーの設定の結果を見ることができます PDF で保存ボタンをクリックするとハードドライブに保存することができます また同様に XLS 形式のレポートを保存することができます。レポートの右下にある矢印をクリックして、XLS で保存ボタンを選択することができます。ハードドライブに Excel ファイルを保存した後、保存した Excel ファイルを開いて素早くレビューをしてみましょう。Excel ファイルは3つのシートが含まれています。プロジェクトの基本値シートでは、 基本的な入力情報を確認することができます。ジオメトリーデータシートでは、構造と開口部のタブページに表示される建物形状情報が表示されます。これらの入力データは、Excel ファイルのインポートが可能なその他のエネルギー計算ソフトウェアで使用することができます。 プロジェクト詳細結果シートでは築地エネルギーバランスの詳細レポートが表示されます。エネルギー評価の設定が終了した後は簡単に PDF 形式または XLS 形式で保存することができます。